ポケモンと妖怪に利用されているだけだということに。 なるほど。 今外の世界は暴力表現や性的コンテンツの表現の制限に力を入れているのだな。しかし、それは一体何のために？特に暴力表現を規制する理由はよくわかりません。確かに、少なくともアニメや漫画から暴力シーンが消えても世界は平和にならないでしょう。 子供に暴力を教えなくても、子供は暴力を振るいます。暴力はアニメや漫画より家庭教育の問題でしょう。逆に性教育に関しては子供に教えなくては、男女の関係に溝ができるだろう。特に女性にとって不利な社会になるかもしれない。 子供が悪いことをしたのを自分の教育の責任でなく、アニメや漫画の正義主体のではないのでしょうか。あるいは無能な政治家の選挙活動のための平和活動による単なるパフォーマンス政策かもしれませんよ。無能な政治家は選挙活動のため、生かし事しないからな。それ以外は国会で政策の批判か眠りしかしない。それってあなたのことでは祝います。
が政治に無関心になるほど法人税が下がって消費税が上がったりするのね。あら、それゆかりじゃないの。うるさいわね。原因は人間だけど外の世界の人間ではないわ。それってどういうことよ。昨日幻想入りした悟空の心を読んでわかりました。全員がロケット団という組織が動いています。レインボーロケット団。時空を超えてた世界を支配しようとする悪の組織よ。あなた方もようやくその存在に気づきましたか。あなたはすでに数百年前からその組織と接触していますね。ふふ。あなたは、グーバットドラフォー。まあ、何が来ようが意味ないけど。私の友達。お前、仕事が遅いから私が勝手にやってあげたんだぞ。